中山競馬第4競走2歳未勝利戦芝コース 1800m 出走馬14頭です。上空雲に覆われてきました。日が差し込んできていません。日差しのない中山競馬場、芝コースをもダートコースが不良です。スタンド前での枠入り、各馬順調にゲートに収まります。最後14番風の白秋、ゲートに向かいます。全馬ゲートの中スタートしました。まず好ダッシュ、2番イコノスタシス、3番メタルスピード、外から8枠2頭エクトゥシュタール、風の白秋も前に来ました。さらには5番のマイバラードなど、そして馬群の中には8番ロッカーバラード、各馬第1コーナーをカーブしていきます。2番のイコノスタシスが先手を取りました。 1,2 コーナー中間です。リードを2馬身3馬身、2番手が3番メタルスピード、2コーナーを迎えます。1馬身差で5番のマイバラードが3番手、あとは2馬身差、外13番エクトゥシュタール、第2コーナーをカーブしていきます。ロッカバラード、内に4番のスーパーマンと固まって向こう上面、あとは2馬身差、中段に14番の風の白秋が追走しまして、さらに外から7番のコスモチプリア追走していきます。内には6番のシゲルハピネスです。3コーナーへ向かいます。そして2馬身差、10番のルージュクレセント、そして外には半馬身差、12番ビットコイン、これから3コーナーを迎えます。後ろから3頭目、11番のエバーハピネス、後方2頭並ぶようにして9番のカナデルアイ、外1番南洋クリスタルです。各馬第3コーナーをカーブしていきます。2番のイコノスタシス先頭です。残り600を通過、リードが1馬身、2番手3番メタルスピード、3、4コーナー中間です。あとは手が動いている5番のマイバラード、4コーナーへ向かいます。内には4番スーパーマン、残り400通過、第4コーナーをカーブ、ぐーんと外を回っているのはエバーハピネス南洋クリスタル、4コーナーカーブから直線へ逃げる2番イコノスタシス、イコノスタシス、そして3枠2と追い込んでくるスーパーマン、メタルスピード、残り 200m を通過した。外から11番のエバーハピネスが今3番手に上がってくるか、先頭変わるか、4番のスーパーマン、2番のイコノスタシス、2番手スーパーマンゴールイン、スーパーマン捉えました。逃げ込みを図ったイコノスタシス、イコノスタシスを捉えてスーパーマン。芝コースはオモの発表、1分49秒1、内を進んで、そしてイコノスタシスの外に持ち出して捉えています。3番手は11番エバーハピネス、勝ち時計1分49秒1、上がり4ハロン47秒6、3ハロン35秒4です。中山競馬第4競走2歳未勝利戦芝コース 1800m、 4番スーパーマン、シルバーステートの3区です。小畑拓也騎手、2番手2番イコノスタシス、3番手が11番エバーハピネス、あとは内3番メタルスピード4番手です。第4競走が終了しました。中山競馬場、4番のスーパーマン、逃げたイコノスタシスを捉えています。ここで初勝利を挙げています。1着4番、2着2番、3着11番エバーハピネス、4着は3番メタルスピードで、5着写真判定を行います。写真判定の発表確定までお待ちください。中山4レース馬場の内からスーパーマンがやってきました。赤いシャドーロールの赤い帽子というね、なかなかこうインパクトのある入れ立ちではありましたけどもね、内から立ち回って見事な初勝利、2戦目で勝利をつかみました。2着に逃げたイコノスタシス、そして3着11番のエバーハピネス、人気の2頭が2、3着、4番2番11番7番人気1番人気2番人気です。単勝4番 21.6 倍、枠連23 14.0 倍、
馬連2番4番 24.9 倍、馬単4番2番 78.0 倍、三連複2番4番11番 28.3 倍、三連単4番2番11番 303.8 倍です。確定までお待ちください。ここからは